今からできるピーントレシピ。5時17分はお腹が空くんです。はい、寒くなりましたので、はい、今日はハフハフフーフーするお料理、ラザニアを作ります。おい、で普通のラザニアじゃないんですよ。はい、ラザニアには何が入ってますか。なんだ平たい麺。ここつまずくとこじゃないですね。平たい麺が入ってる。平たい麺が入っています。入ってますね、はい、それを使いません。今日は油揚げで代用するという。面白いでしょ。はい、は面白いと思ってないね。今平たい麺があまり想像できなかったからね。浮かばなかったもんね。大丈夫、食べたらおっと思いますので、はい、待っててください。材料とっても簡単な、まあ、あっさりとした材料になってます。長ネギ、油揚げ使ってラザニア作ります。和の食材じゃないですか。ちょっとね、そうなんですよ、フライパンがあります。ここにまずですね、バターを入れます。よいしょ。もうね、ここ手早くしてきますからね。すぐ長ネギ入れていきます。薄く斜めに切ってます。はい、これをまず炒めていきましょう。うん、これからの季節本当にね、美味しい長ネギなんですが、鍋だけじゃないですよ、ラザニアにも使ってくださいね。うん、で長ネギというのはもう炒めていくとどん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 甘みが増してくる、そんな野菜ですから、はい、本当はねじっくりじっくり炒めていきたいなと思いますが、今日はちょっと時間の関係上ね、ここでいいでしょう。はい、はい、続いて塩コショウします。塩コショウ、あら入りました。入ってます。 OK です。これでなじませてと。わあ、バターの香りが届きましたね。いいですよね。ここに入れるのが小麦粉です。ということは何を作るでしょうか、岸くん。ちょっと全然わかりません。あまり ラザニアに明るくないものでください。そうみたいね、じゃあ今日学びましょうね。学びましょう。はい、で要するにこう小麦粉入れたってことは、あ、ホワイトソース作っていくのかな。ホワイトソースを作るんですよ。少しだけまず牛乳入れます。はい、なんかちょっと今無理やり感あったけどね。そうよ、作っていきますよ。でちょっとずつ、ここちょっとずつ最初は入れていってください。うん、まあ、ダマになるのを防ぐという、そういう目的があります。賢いですね。褒めてる。本当に褒めてる。褒めてますよ。はい、でちょっとずつ入れていきましょうね。こうやってダマにならないようにね。はい、じゃあラザニアって他にどういうイメージありますか。ラザニアうんちこ一つ持ってないですね。うん、グラタン似たものかなっていう印象です。そうですね、似たような感じがしますが、はい、実は結構違っていて、まあ、グラタンはあのフランス発祥の料理で、ホワイトソースとあと具材、まあ、マカロニだったりとか、ジャガイモだったりとかね、はい、を、まあ、焼くものですが、ラザニアというのはこう平たい麺が入っていて、こうホワイトソースとミートソースをこう重ねていく、ミルフィーユ状にしていくみたいなイメージ。イタリア発祥ですね。うん、そこら辺がちょっと違うかなと。結構違いましたね。全然違いました。で今日はその麺を使わずに油揚げ、はい、うん、まあ、要するにね、糖質オフなんですよ。ヘルシーに。ヘルシーなんですね。していきます。そして長ネギというのも面白いじゃないですか。はい、どうでしょうか。もうちょっとね、牛乳入れましょう。よし、もうこれは牛乳の入れ方も量もとろみ加減も皆さんのお好きなやり方で、はい、量でしてください。よし、私はここら辺でいいと思うんですが、もっととろとろがいいの方は牛乳少なめでお願いします。 OK です。はい、ではあとは耐熱容器ですね、こちらあります。はい、ここにバターをちょっと塗ってます。そこに乗せていくのが油揚げ。はい、はい、あの、そのまま、はい、あの隙間あっていいですよ。はい、はい、並べました。でここにさっき作ったホワイトソースを長ネギとともにね入れていきます。これで乗せました。で市販のミートソースを重ねます。はい、そしてまた油揚げを重ねてください。はい、そして層を作る。
ミルフィーユなので、ここにもう一度ホワイトソースを、はい、乗せて、もうあと同じ工程ですね。ミートソースを乗せれば、あらららら、不思議なことに最後はチーズを乗せれば、これがラザニアの完成ということで、あとは焼きましょう、はい、オーブンで、まあ、皆さんのご家庭って、まあ、ちょっと火力が違うと思うんですが、だいたい7、8分ぐらいじゃないかなと思ってます。焼いたものがあります。オープン。おいしそう。いい焼き加減になってますよ。しながら食べてください。見た目いい、見た目、はい、長ネギと油揚げのラザニアです。では岸くんの元にも到着しましたので召し上がれ。いただきます。はい、あ、チーズがとろけてね、とろっとろですね。いいでしょ、その油揚げのね、食感を楽しんでほしいの。あら、ちょっと熱そうだ、こんな大きな口で言ったら挑戦的だなと思ってたよ。いただきます。はい、ふふしてね。よしよし、いいよ。猫舌やったよね。あかあかあか猫舌なのにごめんね。おお、長ネギがね、うん、思ったより甘さを出してます。甘さを出してます。甘さを感じます、長ネギに。よく炒めたからね。うんうん、油揚げはどうでしょうか。油揚げの、ね、食感もあってね、あの、食感は味噌汁に近いんだけど、味噌汁じゃない、味は洋風で、洋風とても美味しいです。よかった。あ、暑かった。暑かったね。うん、ごちそうさまでした。美味しかったでしょ。美味しかった。ぜひ試してみてください。よかった。